東京ディープスポット。はい、ぜひ今熊本に来ています。というのはちょっと冗談で、肥後、まあ、熊本由来なんですけど、肥後細川庭園っていうところに来てるんですけど、ここね、一応文京区なんですが、周り見てもらうと高級住宅街です。ちょっとその後ろちょっと撮ってもらってもいいですか。超高級住宅街、ただ車がないと、まあ、不便かなというところなんですけど、ここがねすごいんですよ。でこの裏っていうのが、まあ椿山荘、ね、目白の椿山荘があるんですけど、ここが穴場だっていうことをちょっとこれから案内します。久しぶりの東京ディープスポット。ディープの意味つい誰もいねえじゃん。最寄り駅は江戸川が近いのかな。 JR で言ったら目白、目白、 JR で言ったら目白だけどかなり歩くよ。うん、あの早稲田、あの愛子様、うちの娘と同級生だから愛子ちゃん、あの愛子ちゃんとこの学校の学校の、方まっすぐ行くと こっち着く。ここのすごいところは松の職人がかなり有名らしくて、松をすごいこう常に1週間に2回は手入れするって言ってました。どこに来たんだろうって思います。紅葉はねちょっと終わってしまっているんですけど、まあ、僕らがスリランカ行ってた頃、ピークになったと思う。あ、これがもう松の職人さんが、松の保護ですね。保護を目的としてこういう形で、何のためにやってるのか知らないけど多分形をこう決めてんじゃないかな。日本大学よく見ますよね、この傘みたいな。そうなの。そうか見どころがまずこっち。はい、見どころ、はい、カッコン。あー、塩干し。カッコン、なんて言った今。塩干し。なに。塩干し。カッコンって言うんじゃない。しし干し。しし干し。ほらチャンス。カッコン行きましたね。カッコンを今ハートがキュンキュン。ハートがキュンキュンしちゃったよ。ということでちょっとあっちに行きましょう。ここはね本当にね、ここをね知ったあなたたちはね本当幸せだよ。この青い空、今日撮影日和だね。だって結婚式のやってるよ、ほら結婚式の撮影。ちょっとわざと撮っておめでとうって言わない。難しいっていうか、そういうの なかった。癒される。あ、モミジが落ちてますよ。これを吸ったやつがもみじおろしって言うんだよ。そうだよ。見てこの耳を澄ませば小鳥がさえずり、水がせせらぎ、太陽が暖かく、落ち葉が虚しく、愛しさと切なさをこう掛け合わせたような
空気なんかねちょっと切なくなんだよね。俺今後大丈夫なのかな。なんか俺生きててよかったのかなとか、なんかそういう見直す、うん、ちょっと鬱っぽくなって、あれおかしな方向に行ってるぞ今。なんかおかしいぞ、おかしいぞ。パワースポット、パワースポット、違う、それそういう気持ちがあってくると、なんだ俺ちっぽけじゃんみたいな気持ちになるわけですよ。何を誘導するの。自分がどうやら水は流れるしょ、太陽はさっさと輝くし、止まない雨はない。そうですね、そうですよ。本当好き。だけど東京、東京だよ。ど真ん中よ。高級。あなたの嫌いなハト。嫌いではないですけど。あなたがよく虐待する。いや、ハトです。ほら。滝の川上に来ました、ね、来ました。流れたら流れるんですよね。流れるんですよね。わーっと川上で、実はここ、噂によると、はい、館の人にあの撮影いいですかって聞いた時にいろいろ聞いたら、夏は実はカブトムシとかクワガタも取れるらしいの。マジで。あと、ここと一番有名なのが新宿の、あの新宿御苑、はいはい、新宿御苑もカブトムシ取れるらしいのよ。知らなかったよね。これ松ですか。これ、これ松ですね。でかいですね。黒松ですね。赤松、黒松じゃない、わかんない、そんな詳しくない。松茸は大好きだけど。松茸ほんと好き。松茸はほんと大好きです。あれがキノコであってほんとに嬉しい。カロリーほぼゼロだから。あ、そうなんですか。キノコ類はほぼ食物繊維だ。へー、うん、だから松茸なんてさ、咲くとさ逆に反対方面は噛みづらいじゃないですか、ちぎれない。だから繊維なんだ。そんなのも知らないの。あんまり意識しない。ちょっといいスポット連れてきた。ここ花が咲くのいっぱい、そうするとミツバチもね、いっぱいいるのよ。今日はいるのかな、今日はいるのかな、今日はいるのかな。ハッキー、ハッキー、ハッキー、ハッキー。ちょっと寂びれてますね。もう冬だね。冬自宅でもうしこたま溜めたね。で、休憩所ご案内します。ここで読書したりするんですよ。あ、なるほど。ちょっとミミズのせせらぎを感じながらこう背景にね、こうやってで、庭園がこう眺められるわけです。ここでこうやって、あ、俺は YouTube を続けていいのかな、なんか間違った方向に行ってるのかな、訴訟系 YouTuber って言われてるけど大丈夫かなっていうことを、まあ、考える時間、まあ、特に今日は今年末だからね、なんかいいな、年末だからね、来年に向けてね、短期事業計画、中期事業計画、長期事業計画を考えなくちゃいけない。わかります？四半期で考えるの、うん、をここで考える。で、来年は適当にやっちゃおうみたいな、そうにはならない。もうこの庭園のさ、この手入れ具合よ、すごいですね。俺もあの美容室にゼキシンの手入れ、ゼキシン手入れ、あの昨日美容室行ってるの、はい、で今日が金曜日でしょ、土日でまた日曜日行くから、そのぐらい手入れしてる。ベニさん、そう、ベニさんと
と色気付きについてないじゃん。あんな数絶対普段使わないじゃん。なのにないんだよ。嬉しいよね。ここでさ、お弁当とか食べてもいいよね。あ、いいっすね。いや、晩年をこういうところで飲んでいいと。なんつった今。晩年を。晩年？なんすか、なんすか。あそこ行きたいね。あそこちょっとね。あ、なんだかな。まあまあ一周しましょうよ。そんな広い公園じゃないんだよ。だからなおさらね、おすすめなのは本当にあのキュッて詰まった庭園なんですよ。サクッとサクッと入れるよ。でこの上にもあのスポットがあるんですよ。だけど今日休みなんだ。そう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 。 A に青って書いて、 A に青って書いて衛生文庫って読むのかな。永遠に青くいいっすね。ベタベタ。ほらあれ、これ桜じゃない？あー、桜方針ですね。あ、これは春は来たらやばいぞ。うん、これあれだ、京都の五重塔。また違います。まあそういう感じ。そういう感じ。本当、ここからの橋からのこの景色も最高じゃないですか。ね。あ、メルカリでケンちゃんソースを買ってくれた人がいた。ありがとうございます。このベンチで立たずのわけですよ。カメラ持ってきたし、いっぱいいますね。いっぱいいる、いっぱいいる。俺はちなみにキャメラマンだった頃はキャノン派でした。あ、うん、でもやっぱニコンのシャッター音、そう、かすれたシャッター音は好きだけどキャノンにしました。ちょっと感高いですね。うん、一番最初に200 の, IF1.8 のかなり高いのをキャノンで買っちゃったんだよ。したらもうニコンに映れなくて、なんかニコンのがいいなって思い始めた。あれ、キャノンがキスシリーズでしたっけ、入門編みたいなの。そうだね、キスだね。キスで僕が持ってたのは、マーク2、マーク2の i5、はい、i5 だね。で EOS の、はい、EOS のキスがあるじゃん、はい、で EOS 関係の全部流れ、全部シリーズなんでね、はい、で俺が使ったのはマーク2だったかな。そう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 、 D シリーズね。でキヤノンはで、IF1.8 とか、はい、数値がちっちゃくなればなるほど高い光を入れてくれる。だからすげえ望遠レンズでも安いのは IF5、 IF って言ったから忘れたけど 5.8 とか光が暗くなっちゃうんだよね、うん、その違いで金額が大きく変わる。でも海とかのサーフィンの撮影とかだったら別に暗いあれでもいいんだよね。海の反射ですげえ光集まるから、まあまあまあ、ちょっとカメラ小僧ぶっちゃった。え、何撮ったんですか。サーフィンってやっぱ子供の運動会とか躍動感だから、子供の運動会で肩貸して借りてたもん。人の肩借りてたカシャカシャカシャ高いです。で肩借りる必要なのに肩借りるのをやってみたくて、ちょっとお父さん肩貸してください。カシャカシャカシャって。キャタツとか持ってて、うん、やっぱカメラは一脚なのよ。一脚でカシャカシャカシャってやって、ちょっとお父さん肩をお願いします。
はい、動かないで、お父さん動かない、肩借りる、そこに食べたらスナイパーですね、そうカシャカシャっつって、で、それがやりたくて勝手に肩を借りてた借りる必要ないの、今そのカメラ自体よりは レンズが大事じゃないですか、そのレンズは今眠ってるんですか、カメラの北村に全部売っちゃった、あ、うん、まあ、そういくらぐらい行けたの、わぁ、覚えてないな、でも200ぐらい行ったかな、だってレンズ落ちないですよ、うん、うん、落ちないし、いいレンズは昔からいいレンズ決まってるから、うん、で、本当はあの娘がね、こういうキャノンの一眼レフをミニの最近出てじゃん、まあ、5年前ぐらいからちょっと流行ったじゃん、それにジョイントできんのよ、そのこんなの、だけど結局ミラーレスじゃないから、あの、あ、ミラーレスなのかな、あの結局カメラってパカッて開けるとミラーがあるじゃん、あれじゃないのが、そうそうそう、それが一眼レフじゃん、うん、で一眼レフのミニが出たんだけど、結局ミラーレスみたいな、まあ仕上がりなのよ、だからで結局今の iPhone とかだったり拙者とかだってもう一つの、まあ、あの容量がすごいわけじゃん、ということは画素数が高いわけじゃん、だから今は必要なくなっちゃってね、一眼レフ持てなくなったっすよね、そうっていうのがあってね、はい、使ってないかな、でこれ、これ土偶って言うんだよ、違いますよね、これは石灯って言うんですよね、そうなのこれ土偶じゃない、土偶はってあの石灯時代とかなあれですよ、最初からそうなんだ、で、あれも土偶じゃないんだ、ちょっとそんな若者思ってんじゃないなんだ埴輪みたいだね、はい、ほら埴輪から撮ったんじゃない、違いますよ、そうですね、まあこんな感じでちょっと今日は僕のもう穴場中の穴場中の穴場中の穴場の東京ディープスポットをお伝えいたしました、皆さんぜひ、肥後庭園、見に来ていただければと思います、お後がよろしいようでありがとうございます。